現在19人滑って、先ほど滑りました高橋がトップに立ちました。トップ高橋、2位椎田、3位大石、さあそして荒川静香が登場してまいりました。前回の全日本チャンピオン、ショートプログラム終わって第1位、全日本2連覇を狙います。ウォームアップは調子良かったですよ。はい、果たして今大会もこの荒川とすぐりの一騎打ち、あるいは他の力が出てくるか。オリンピックでは13位、今シーズンスケートアメリカでは9位という成績が残っています。さあ最初にトリプルトリプルを入れてくる予定ですけどね。トリプルサルコダブルループです。トリプルダブルになりました。今シーズンはオリンピックの後ちょっと気が緩んでしまいました、結果が出ずにここまで来てしまいましたと言っていましたが、ただ4ヶ月間アメリカに留学いたしまして、表現力、ジャンプを磨いてまいりました。まあ、今日はディフェンディングチャンピオンを意識しないで、内容重視で丁寧に滑りたいという話をしています、荒川です。トリプルループ。非常にジャンプも安定していますね。そうですね。彼女も高校2年生になって、随分表現力も指先までこう神経いくようになったんじゃないかなって見て思います。現在17歳、東北高校の2年生です。終わって第1位の荒川静香、4分の演技でした。大きなミスはなくて、はい、難しい3回転ジャンプ、一応5種類織り交ぜながら表現力豊かにできたんじゃないかなと思いますよ。トリプルジャンプに関しては7回入ってましたね。そうですね、サルコー、トーループ、フリップ、ルッツ、2回目挑戦したんですが、ちょっと両足なのかは気になりましたね。ここまではSB 食品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはグアム政府観光局とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
荒川静香の演技のスローが出ております。ムーランの曲に乗せてのフリーの演技、まあ、この後ですね、金沢、すぐり、横谷、種田と続いていくわけで、はいはい、まあ、6人のうちで早い方の ね、 そうですね、順番ということで滑ったわけですね。まあ、初日ショートプログラムで素晴らしい演技見せて1位ですからね。はい、さあ得点が出ます。出ました。 5.8 が1人、 5.7 が2人います。 TM というのは技術的な評価を見ています。そして表現力、グッド、上がっているジャッジが 5.8、 一番下の数字が、まあ、各ジャッジが何をつけたかということで、9人全員1位をつけました。この段階で荒川静香がトップ、2位が高橋、3位が全日本ジュニアチャンピオンの椎名という順位になります。